はい、アート関ヶ原秋冬の陣第2回戦ですね。今回ご紹介するのは、清水信子さんという方ですね。こちらもアクリルで絵を描かれている方ですけれども、ちょっと日本画っぽいってよく言われるんですけども、重厚に描かれて描写をねすごくされている方ですよね。まあ、会場にまだ来られてないので今日初日ですが、先にね代わってご紹介いたしますけれども、追ってね会場に来られたらご本人の自己紹介もアップしようと思いますけれども、こういったね割とこうお花とかこう女性とかをこういうふうになんかフェミニンな感じの作品ですよね、全体的にね。こちらなんか箔を使われて、こう箔もねちょっと2種類なのか貼り方なのか、こう背景になんかこうすごく独自解釈なリンパっぽい模様がね入ってて面白いですよね。お花もすごく描写されています。すごく絢爛なんですけれども、あんまり絢爛なんですけどギラギラしていないところがこの作家さんの特徴で、とてもねそのあんまりギラギラすると飾りにくいんですけれども、この作家さんっていうのはすごくそこがね上手なこうさじ加減をされてこう表現力がありますよね。はい、ちょっと本人まだ会場に来られてないので代わって紹介させていただきました。清水信子さんの作品でした。こちらねアート関ヶ原の専用のページもウェブで調べていただければございますので、そちらでも投票もできますのでお楽しみください。